どうも、こんにちは。今、アンタエウスのペアリングしてるんですよね。これがタイアンタエウスで、産地がドイサケット。あと、こちらは、ブータンアンタエウス。産地がサムチドロカ。今回、こちら、産卵セットに投入していこうと思います。もう3月の半ばぐらいでね、アンタエウスの産卵にも、いい温度になってきましたんで、バッチリでしょう。まず用意した飼育ケースはこちらですね。中サイズになります。まあ小ケースでもいいんですけれども、今回はゆとりを持って中ケース選んでみました。そしてマットはこちら、アンテマット。アンテマットについては、僕はアンタエウス、平田のコギリ、全部このアンテマットで産卵セット組んでるんですけれども、まあ、概要欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。こんな感じで、バラバラバラっとほぐして、こうね、しっかりかき混ぜたら、ケースに入れていきます。ガバガバガバッとね、勢いよくある程度の量入れます。これぐらいかな。で、こっちのケース今回2つ組んでいきますんでね。そして、こういうね、マットプレスでケースの底にアンテマット固く詰めていきます。まあ、いわゆるケースの底を固詰めと呼ばれる産卵セットなんですけれども、こうやってね、アンテマットケースの底に固詰めすることで、その部分に産卵してもらおうという魂胆ですね。まあ、こんな感じでこう固く詰めてください。このケースの底の部分に関してはある程度固く詰めてもらって結構です。グイグイグイっとね、こんな感じで、まあ、思い切りよく固詰めしてください。今回はね、産卵剤入れていきます。これは粉ら剤なんですけれども、まあ芯がなくて、かなり上質な産卵剤ですね。で、30分ほど水につけて、丸1日干した状態のものです。まあ、アンテ、平田に関しては、剤入れなくても産卵はしてくれるんですけれども、剤入れた方が、やっぱり海がいいというかね、それはどうしてもありますんで、今回は産卵剤入れてみましょう。まあ、もしね、入れるんでしたら、こんな感じで割と太めのものを入れるといいと思います。で、当然ですけど、芯は少なければ少ないほど材の品質としてはいいとされてますね。まあ、こうやってね、こう表面を磨いてザラザラを取ってください。綺麗に仕上げた材はやっぱり産卵への取っかかりがいいというかね、そういうイメージは間違いなくあります。こうやって手でね、綺麗に磨き込んでいく、大事ですよね。クヌギ剤でもね、コナラ剤でもいいんですけれども、今回たまたまコナラがあったんでコナラ使ってます。剤の表面をきれいに磨きましたんで、まあ、こうやってね、スプーンの裏かなんか使って椎茸菌の種ごまを抜いていきます。これ、まあ僕のやり方なんですけど、椎茸の
廃材から作られているのがクワガタの産卵材ですので、まあ、こんな感じで椎茸の種ごまが入ってるんですよね。これくり抜いておくと椎茸菌ケースの中に入りづらいんで、まあ、僕はこうやっていつもきれいに掃除してます。これね、うん。まあ、気にならない人にとっては気にならないんでしょうけど、僕はね、昔から割と気になってるんで、こうやって本当にきれいに仕上げてます。うん、いい感じやな。はい、これでね、産卵材に関しては一通り作業完了ですね。いいんじゃないですか。芯が少ないし、硬すぎず柔らかすぎずの非常に良質な産卵材ですね。中ケースの底の部分にこういう形でアンテマットを型詰めしてますんで、まあ、今回はその上にこういう形で産卵材セットしていきます。そしてアンテマットで埋め込んでいくわけですね。サラサラリーと、まあ、結構たっぷり入れてやってください。まあ、いわゆる産卵材の埋め込みセットですけれども、これね、お、結構マット入ったぞ。うん、まあ、こういう形で生きよったな。うん、でもこれでほぼ完成なんですけれども、こういうマットプレスで上からある程度押さえてやればいい感じですね。マットのムラがなくなりますんでね。こっちもそうやね。うん、マットプレスで上から軽く押してマットのムラをなくしてやる。まあ、今回材入れてますから、ケースの底とあとは材の部分にアンタイウス散乱してほしいという考えです。割り出しがね、めんどくさいっていう人は材入れないパターンが多いんですけど、まあ、僕も基本そうなんですけど、今回は散乱材入れてみました。うん、これで産んでくれるんじゃない？まあ、材入れると産卵が安定しますよね。それではタイアンタエウスのメスを産卵セットに単独で投入していきます。これですね、はい。で、まあ、蓋開けた昆虫釣りいくつか入れてやって、まあ、こんな感じです。いいですね。うん、非常にいいですね。で、これがね、今回種親に使ったタイアンタイオスのオスなんですけれども、74ミリで、まあ、タイらしい大顎の湾曲と内視の張り出しがありますね。で、太さも十分ということで、期待のタイアンテです。ブータンアンタイオスのサムチドロカ。これ、メスですね。蓋開けた昆虫ゼリー。一緒に入れてラベルを貼った蓋をして、これで産卵セット完成です。サムチドロカはね、こういう親使ってました。まあ、サイズは全然なんですけれども、内視がね、ヒマラヤっぽく上に張り出してて、まあ、肩はいいですよね。あ、落ちちゃった。うん、やっぱアンタイウスかっこいいな。ツヤツヤでね、うん、黒光りしてて、今が3月の半ばぐらいで、室温が20度ちょっと超えたぐらいですかね。もうクワガタの産卵セット組む時期としてはかなりバッチリの気温になってきましたんで、まあいいんじゃないですか。こんな感じでこの間から産卵セット組んでるんですけれども、まああとは温度が仕事してくれますんで、この状態でアンタエウスだから、初齢幼虫が見えるぐらいまで放置ですかね。で、どっかのタイミングでメスを抜いて、で、幼虫がある程度大きくなったら回収していくんですけれども、
まあ、こんな感じでアンタエウスの基本的な産卵セットを組んでみました。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。またお会いいたしましょう。さよなら。